はい、えー。未来の日本語教育組の皆さん、こんにちは。えっ、ー、と、このビデオは、えー、第4週ですね。反転事業に関するビデオの2本目のものです。えー、このビデオ、2本目のビデオでは、えー、反転事業ですること、できることについてお話をしたいと思います。えー、特に知識の伝達、タスクの指示、それから文系練習について、えー、それを反転事業でどうするかを、えー、お話しします。 最初の文系ですね。知識の伝達のうちの、えー、一番、えー、大事なのは文系ですね。で、この文系では、えー、ただ意味とか形を言うだけではなくて、まず例文を、あ、例文じゃない、まず場面ですね。どんな場面でそれを言うか。そして、どんな例文でそれを言うか。そして、意味、形。まあ、形はこんな形のものですが、えー、こういうことを、えー、話す必要があります。 えー、知識の伝達の二つ目は新しい言葉です。これがみんなの日本語の第二課の、えー、新しい言葉ですが、えー、こういう、あの、例えば手帳とかですね、シャーペンとかカバンとかこういうものは写真を見せると非常にわかりやすいですが、写真には著作権というものがあります。えー、それで、えー、ピクサベイとかパクタソとかですね、えー、こういうウェブサイトを使うと、えー、著作権が自由に、えー、著作権フリーなので自由に使うことができて便利です。 パクタソは日本のウェブサイトなので、日本らしい、日本の写真が多くてとても便利ですね。はい。えー、知識の伝達のうちの三つ目は漢字です。はい。えー、この反転授業の動画でも、例文とか意味とか、えー、読み方は、えー、必ず、えー、話さなければいけません。あるいは、その、話さない方法もありますが後で話します。えー、止め跳ね。 あの、つまり漢字の字の一番下の部分をまっすぐで終わるか、それとも左上に行くかとかですね。そういうこととか書き順とかは昔はとても大切でしたが、今は、えー、手で書くことはほとんどないので、少なくとも、えー、海外で日本語を教えるときはあまり必要ないと思います、えー。それからタスクの指示ですね。これも反転事業のビデオで、えー、とても、えー、やあのー、大切です。 例えば、その、この辞書 .org で新しい言葉の意味を調べてくださいとか、この手帳とかですね、そういう新しい言葉をインスタグラムで探して、コメントして、そしてそのスクリーンショットを Google クラスルームとかで共有してくださいとか、そういうことはよくやりますね。これが辞書 .org の写真で、写真です。手帳という言葉を調べたところですね。はい。それから文系練習なんですけど、 これは、例えば、これは辞書です。新聞、名詞、何というふうに書いてあるときに、最初は聞かせる。で、もちろん英語で意味を説明してもいいですが、その後は繰り返し。先生が繰り返して、学習者がその,その後に繰り返してもらうわけですね。で、繰り返してもらう時間、先生が静かにしていてもいいし、あるいはポーズして繰り返してください。一時停止して繰り返してください。と指示してもいいです。 それから3番目は言わせるところですね。先生が辞書だけ言ったら、学習者がこれは辞書ですという、そういう練習ですね。はい。次に新聞と言ったら、学習者がこれは新聞ですと言います。はい。で、こういう方法はですね、あの、便利なんですけど、反転授業の動画ではですね、学習者の間違いにフィードバックできませんね。ですから、 えー、学習者の人数が少ないときは教室でやった方がいいです。だけど、えー、学習者が例えば30人とか40人いたら、教室でもどちらにしろフィードバックできませんよね。でその場合は、この反転授業のビデオでやった方がいいと思います。はい。えー、このスライドへのリンクは、えー、ビットリースラッシュ TTCB42A ですね、えー。今回もリンクがありますので、えー、このスライドからリンクを開いてみてください。 このビデオに知らない言葉があったら、アンキクイズレットメモライズなどに登録しておいてください。はい、それでは私からは以上です。失礼します。